皆さん、どうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回も異性手の方でやっていきましょう。ということでね、前回ね、終わってからちょっと探索ガチャラにね、海賊のクエストをちょっと進めて終わらせたんですけど、そのね、間に、ちょっとこの子ね、レイヤーね、見つけまして、まあ別にストーリーの方ではなかったから、まあいかんのでね、もうやっちゃったんですよ。で、農場にね、解放されて、させてきました。まあ、これで調べるナスは目を出していないようだって出てくるんですけど、まあね、やってきましたということです。ではまあ行きましょう。あとね、装備の方も、ちょ、マジだ。装備の方もね、この、なんていうんですか、レベルマックスまで上げときましたよ。ね。よし、じゃあ先進めていきましょう。こっちかな？おお、なにこいつ。なんやこいつ、初めて見た。ハシビロコ。え？初めて見た。目と目が合う。ハシビロコと。立派なハシビロコがこちらをじっと見つめている。どうやらいつの間にかこの漂流村にやってきたらしい。何？何？だから何？ここが気に入ったのか、そのこのまま、いつくつつもりよう、つもりようだ。つもり、お腹を空かせているのかもしれない。魚でもあげてみようか。嘘？嘘？じっとこちらを見つめている。どういうこっちゃ、お前。うっくん。魚一匹で寝るか。いまいち物足りないようだ。ブルーサリー、ごっくん。うわぁ。いまいち物足りないようだ。どんだけ物足らんねん、お前は。ガー、ごっくん。宇宙いっぱいに広げて一生懸命魚飲み込んだ。どうやらとても満足してくれたようだ。ああ、ありがとう。一応全部あげとくか。ね。うわぁ。いまいち物足りないようだ。もうないって。もうないって。わらけだわな。ほんまな。こっちは何もないのか。上こうなってたんや。全然知らなかったわ、今まで。ねえ。で、どこ行けばいいんかな。あ、迎撃戦ってことは、なんか、迎撃戦ってなってたっけ。違うね。一応ここも、ちょっと回収しておきましょう。うわ、なんかめっちゃ来たなんかめっちゃ来た久しぶりに来たからびっくりしたわ。これは。で、こっちにもね、船作ってたんですよね。確かね。あれどこ行けんこれ。ん？迎撃しようって載ってんだけど、これね、開けるじゃないですか。力を合わせて、獣を迎撃しよう。迎撃戦かなと思ったんですけど、違う？まさか。あ、開始する。漂流村を強化する。何を強化するんだ？マジか、こんなんできんのか。今までしてねー。一個もしてね、これだけ。オッケー、レベル、強化レベル上がった。まあ、できる限りしていこう。まだできる。すごいね。まあ、今回はね、ちょっと迎撃して終わりにしたいと思うんで、ここからね、ちょっとやっといてからやりましょう。よいしょ。おーい、よいしょ、おーおーおお。バリケード、失う声だ。え？いけるやん。あ、何でも無理や思った。何でも無理や思った、俺。終わったし、早い。麻痺バリケードに改良する。うわ、そういうのあんのかよ。うわー、もう無理やわ。今のところいけるやつだけやっとかんとな。透析機、一定時間で透析しダメージを与える。そんなあんのか。じゃあ一個透析ない。
何これ、叩くと敵全体にスタン効果を与える。へえ。じゃあ迎撃戦、あ、じゃあ間違えた、耐えるにしてるよ。だそうだな、大したもんじゃねえね。そういうことだろ、アドル。船長や女どものことは任せておけよ、このドギ様にな。じゃあ、準備はもういいっすよ。あの獰猛な異形の獣が漂流村に接近している。何としても避けなければ。エリア海か。え、ちょ待って、エリアレベル、ちょ、水晶レベル29で。低いけど。ロキめっちゃ低いけど。レベル4ほど低いけど。わしを襲ったのと同じ種類だな。うわぁ、すごい。ウェイブ4ってことで、え、どういうこと？無駄なく、いろいろ聞いてはいけません。アドルクレスティン、ここで食い止めましょう。さて。あれ、どこに来る？あ、まさかウェイブで変わってる？あ、そういうことか。あ、ちょ、また。オーケー。おお、何や、何が起こった今。おい、よいしょい、オッケー、オッケー、いい感じ、いい感じ。おお、あいつがおった。ちょ、嘘、上かよ。ほら、ほんま、こんにゃろ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 、オッケー、終わった。あぶねえ。おおおお。ほら、ほんまに。よーし。終わった。お、まだおった。お、放射値レベルが上がった。すっげえ。お、ベイビーちゃん上がった。終わった。終わったわ。ね。流星。お。カトリーン。ドギすげえな。えらい、えらい。リトルバロー、もうカラーに。おい。おお、オットセイ、オットセイ、痛い。オットセイ、やめ。痛い、痛い、痛い、ちょ、やめ、痛い、痛い、おっと、待った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 。とね、ちょっと待ってよ。ブレイク率アップ。これの毒。そして、俺は、これは白二本。あ、違えた。よっしゃ。あれ、嘘。あ、ミスだ。ほら、よっしゃい。ほらい。あー、マジか。ほら、うまい。こんやろ。やばいって。オーケー。どこ行った？あと1匹。あれ？どっか行った？うわ、こいつか。オーケー。ほら、ほんまにこんにゃろが。こんにゃろ。おらい、おらい、おらい。えい。終わった。あぶねえ。でかいよ。一つなくなったわ。あれ、強化しとかんとね。まあ、あれはまたね。赤立って、カトリン、キルゴール、リトルバロ。にしても、ドキすげえな。今ね、バルバラ船長、いや、負傷してるから出てませんね、やっぱり。おい、おお、これにやっといてよかったわ。ね。一応、ミスだ。ミスった、ミスった、ミスった、ウェイ。ミスター、ミスター、ミスター、ミスター。よいしょ。おお、そこ、ウェイ、おらい、ここ行ってよかったい。うん。いた。おらい。おらい、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 おらい。じゃあ、こんなろう。優勢、お、優勢か。ほら。おーい、せいや。おーい、ウェイ。
終わった、ウェーブさん。いい感じやね。バリケード、やばいな。バリケード、やばいな。ほんまね。おーい。イヤランもやっぱ結構やるな。憲兵団な。やるじゃん。おう、子供もやっとんか。ファイナルウェーブ。お前の番よ。ワーリングワーリング。おいおいおい、そこ、おらい、おい、アバロドラギル、おお、やってもだ。よっしゃ、おら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 、まあ、でもまあ問題はなし。あげたいね、おいしょ、おら、1500なんか当たってたけど、おい、遠い、すごいなんかほんま。もうなんでこいつらがあんねんよ、うぜえな、こうやろ、おい、痛い、痛いよ、もう、あともうちょい、もうちょい、待て、待て、敵が多い、敵が多いよ、あ、おい、しょ、おーおー、もうお前らはうぜ、お前らがうぜ、雑魚敵がうざすぎる、こういう、おい、1500、よっしゃ、おら、まあ、こんやろ、おい、待ってよ、もうこれ、ちょ、お前ら、ちょ、ほんまいい加減せよ、うざい、マジで、上から攻撃しな、お前は、いた、やばいって、待って、うざい、ほんま、おいかい、おい、あともうちょいちょ、こんにゃろ、あ、終わった。しばしお待ち、あ、いけた。アドルーハン、戦績。まあ、なんとかうまくいったか。なんとかうまくいったか。ね。やっぱドイツね、すげえな。やるじゃない。確かにやるね。ステージクリア。うん、ありがとう。ステージリザルト、中州、異形の獣来る、異形の獣来るのか。ええね、よかったよかった。ビートがやってる、どうしようかもだ。ドギ S、 すげえドギ、やばすぎやろ。お、ラテカ樹脂とかそこら辺のレアものが来ましたね。ちょっとね、非常に有石も来たし、ランクボーナスとして力の霊薬と、おお、なるほどね、わかった。S 取りたいよ。取ってみたいんだけどね。そういうのはいいかなと思う。うわ、まだまだ元気やんか。スクショ、相変わらずしぶといやつだぜ。ここに誰か現れんじゃね。ヒヒヒヒ、何どうした、誰や、変わらんか。なんなのだ、あれは。あいつら、なんだってここに。危ない危ない。ほらな、思った通りやんか。うん、まずすぎるな。どうすんの。お、おお、あいつやんか。あれは失踪と現れたね、ほんまね、気分見えるね、ほんま。すごい。風のごとく。すごい。ん？どうしたとき？しゃーかーやばいやばいとき。退散していった。めっちゃ軽快に飛んでいくな。すごいな、あんな巨大で。すごすぎるわ。助かったのか。おいね。どうやらそのようですね。
おお、おお、綺麗な夕日。えい、七種の剣といってこの島はどうなっておるのだ。とんでもねえものを見ちまったな。あれが話に聞いていた異形の獣、まさかこの付近にまで現れるとは。今までの冒険で渡り合ってきた獣や魔物とはまた異質な感じがしたな。うまく言えねえが、圧倒的な生命力と獰猛さが、何これ、言っているというか、ね、あんまりもう全然見たことにはこんな感じ。初めて見た今回。あれは一体何なんだ、古代種って言ってたね、ラクシャをね。何なんですか。じゃあ一応ね、ラクシャのアタッチメントに変えておきました。ちょっとね、こう言ってんやから、ちょっとでも可愛くね、知っていることを話してほしい。今は力を合わせることが大切だ。そんなことを言われても分かっています。ラクシャ、お前な。お、ジョーちゃん何か知ってんのか。まあね。古代種ね。古代種、確か見張り小屋のメモに書かれてた。遥か太古の昔、人がこの地上に現れる以前の話です。圧倒的な旅力を持って地上を支配し、やがて絶滅した巨大な生物たちがいました。まあ今日、まあリアルで言うと恐竜みたいなもんやね。その生物たちの総称こそが古代種。まるで爬虫類のような容姿や獰猛さは彼らの特徴なのです。何を言い出すかと思えば、見たこともない大昔のことがなぜわかるのだ。僕も聞いたことがあります。古い地層から巨大な生物の遺骸が見つかることがあるとか。最近はロムン帝国の学術機関でも研究が始まったそうですね。カーラン教がうっていろいろとあって。すごいことじゃないか。ジョーちゃんがいてくれれば、奴らへの対策ができるかもしれん。そういうことなんだろう。どこまで力になれるのか、まだわかりませんわ。相手の正体が何もわからなければ、恐怖は膨らみ上がる。知っている者がいるということは、それだけで心強いものです。じゃあね。そんな。それはわかる。ガールにしてるぜ。いいやねやもんな。あ、出るな。あってないやねんな、ラキちゃん。はい。それにしても、古代種と七種の切り裂きは。うわ、嫌やな、嫌な時に。その二つの脅威にさらされているってことが。その二つを同時に、その、なんていうか、なんていうんですか、攻撃させられたらいいんだけどね。いい加減にしてくれ。古代種だかなんだか知らんが、七種だけでも恐ろしいというのに、もうこんな島にいるのは耐えられん。お前たち庶民どもと同じ空気を吸うのもうんざいである。アホじゃねえ、こいあいつな。やれやれ、世話が焼けるおっさんだぜ。子供が大きくなったような感じ。わがままな子供がな。でも随分遅い時間になってしまったな。アドル、勇士を募って皇帝に見張りを立てるとしよう。皆さん今日も休んでください。ただし単独行動は控えていただいて、なるべく薬で行動するよう。せやね。もう、やばいね。七種とか。ハガレンの枝は、ハガレンのさ、切り裂きジャックって言ったじゃないですか。それと似たような感じなのかな。なんて登りにくいのでしょう。どうした？大丈夫か？おう。
がとうございます。縄ばしごを登るのは初めてで。ああ、そうなんや。これほど不安定なものだとは思いませんでした。なぜここに？今日はいろいろありましたし。顔かなってるよ。私は無神経なサハドのように簡単に寝つけません。無神経言われたんです、サハド。他にすることも思いつかなかったものですから、これは。ん？どれよ？おお、美味しそうなパンやね。ん？そうか。作ってくれたの？かい？ね。あ、アドレに声持っとるよ、この声。初めて作ったものですから、味の保証はいたしませんが。美味しそうじゃないか。うん。そうでしょうか。もう少し上手に作れると思ったのですが。おお、いいシーンやね。サムネイル決定やね。そういえば、ヒュンメルには会いましたか？どこへ行っていたのか聞いたら、教える義務はないとか言って。あいつのいいそうなもんやね。一体何が目的なのやら。こっちやね。黙ってたんだって、そう、黙ってはないと思う。話したけど、他にあるんじゃないのかっていうね。さすがにお見通しでしたか。バレちゃってるよ。少し長くなりますが、聞いていただけますでしょうか。しょうがないな、もう。楽勝はもう。かわいいから、ね、よく、そういうことがじゃねえと思うね。私は、父から古代史のことをたくさん学びました。なんで？父は貴族であるとともに、考古学、特に古代種の研究を専門とする学者でした。ああ、そうなんや。どっかだからか。私は幼少の自分から研究室に出入りし、よく発掘調査にも同行したものです。私は父が大好きで、そして誰よりも尊敬していたのです。ところが、私が16歳を迎えた頃、父は古代種の研究や調査に傾倒するあまり、屋敷に戻らなくなりました。ああ、そういうやつおるよな。一つのことしか見えんやつな。まあ俺もやけどな。父は領地権を奪い返したことで、やがて領民たちは暴動を起こしました。ああ、それはあかんわな。さすがに兄が当主代行となることで、なんとか暴動は収めたのですが、一度揺らいだ領民たちの信頼を取り戻すのは容易ではありません。その後、竹の計略もあり、兄は失脚、母は新郎から部屋にこもるようになりました。うわー、やばいな。そして、今から3ヶ月ほど前、ついにロズウェル家に爵位と領地を返上するよう命が下りました。マジか、やば。ロズウェル家は、考えられねえ。そのような父から授かった知識を、自分自身のすべてを疎ましく思うようになっていきました。そして居場所を失った私は、ああ、家出をしたと。逃げ出したのです。なるほどな。先ほどは戸惑いました。私の知識が役立つことなんて、状況を考えれば不謹慎ですが、その居場所を見つけた気がして。うん、今はそれでいいと思いますよ、本当ね。見た目によらず、あなたは厳しいことを言いますね。厳しかったかな。もちろん、私もそれに甘えるつもりはありません。父を、あの人を一番理解できるのは私だと思います。だからここを脱出したら、私は父を探すつもりです。私の本当の居場所を取り戻すためにも。必ず見つかるよ、ね、そうだといいのですが、何
にせ各地を転々としているようですから。それとですね、何楽勝、私あなたに謝らないといけないことは、うん、うん、やろ、まだ貴族でありながら自由闊達な気風の人間でした。そのどことなく冒険家であるあなたに面影を見ていたといいますか。あら、まあなんとなく顔つきも似ているせいか、そのこれまで強く当たってしまって。マジかよ、ごめんなさい。そういうことだったらね、まあそれってしょうがないよな。初めて会った時は私も余裕がなくて。それ漂着したらあったやもん。そんな余裕なんてあったら怖いわ。私の八つ当たりだったと反省しています。さて私はそろそろ休息所に戻ります。このような状況で話を聞いていただいてありがとうございました。そのおやすみなさいアドル。惚れてるわこの子やな。惚れてまうやろやろでかんやろ。それはないか。レシピ帳キャッシュを手に入れた。おーいい感じやね、いい感じに今回は終われそうですね。誰の声？起きてください、アドル。誰？ラクシャー！お前かい。お、起きたみたいだな。休んでいるところごめんなさい。そのドキがあなたを呼べというものですから。あ、ドキが？何かあったのかな？いや、集会場で待っています。どうやらカーラン教が村から姿を消したらしいのです。とにかく集会場へ集まりましょう。カーラン教な、ほんまな、ああいうやつおるよな。一人はさ、よう、アドルか、お疲れさん。昨晩も ご苦労だったな。船長、カーラン教は見つかったのでしょうか。いえ、残念ながらまだです。ただ、明け方にエアラン教がカーラン教、いや、エアランドのがカーラン教を見かけたそうです。出て行ってからそう時間は経っていないはずなのですが、今みんなで手分けして村の周りを探しているところだ。アドルを呼んだのは他でもない。探すのを手伝ってもらいたいんだが。うむ、村の外へ出て行ったってことはねえのか？あり得るかもしれませんが、闇雲に探し回るのも危険です。まずは村に手がかりが残っていないか入念に調べてほしいのです。七種の剣もあるからな。昨日の今日でみんなピリピリしてるみたいなんだ。なるほど、十分に注意しながら協力してくれ。注意しながら、マジかよ。ではね、今回はキリがいいんでね、ここで終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、 Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル五巡縛り、Twitter の方では様々なことを企画として立ち上げてやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーからオーまでのパートへの動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル五巡縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。